Hello everybody, I'm Blazing Rebecca, and welcome back to Amnesia Memories in the Heart World. Actually, with Orion. Oh yeah, we were gonna start investigating some things, but instead we were... あの日、山荘シナノジに泊まっていた客は9人。9 people. 君、シン、トーマ、ミネ、サワの5人組、イッキとケントっていう男の2人連れ。イッキンケント。残り2人の男女は1人旅。男の方が右京、住所不定。女の方は理科、大学生。うん。誰から当たってみてもいいけど、とりあえず最初は女の子がいいかな。女同士向こうで話もしてただろうし。Alright. まだ会ってない人の中で女性なのは理科って子だね。大学4年生。Fourth year college student. Wow. オーナーからもらった連絡先には住所と自宅電話番号が書いてあるみたい。I suppose, but in the case of Ukio, how are we supposed to get to him? He has no information. まずは電話して会ってもらえないか頼んでみよっか。Okay. I'm just randomly calling her. Okay. 親切な人だといいんだけどね。I would hope so. One hour later.さて、守備よく会う約束を取り付けたわけですが、実は本人が来ても顔わかんないんだよね。How about she'll know who I am? How about that? She's seen me, 私のことでしたらご覧になればすぐ思い出すはずですわ、なんて言ってたけど。Well, she'll probably know who I am, so. 何しろ記憶喪失だからな。普通に一度会った人を忘れちゃってるのとはわけが違うよね。That's true.大丈夫かな。とっくに来てるのに見過ごしてたりしないよね。Well, she recognizes me. That's what I'm trying to say here. お待たせして申し訳ありませんわ。That must be her. な、何この絢爛豪華な人。I'm pretty sure that's her. Oh, speaking of which, memory. はじめまして、リカと申します。Somehow her memory was relevant to this. 思い出した。会ったらすぐ思い出した。Apparently. 今君の記憶が一部蘇ったよね。確かにこれは強烈だよ。なかなか忘れられそうにない。What exactly about her is hard to forget, though, actually? お怪我は大したことありませんでしたのね。あの時はもう命がないかと思いましたけれども。Do you think that about lots of people, Rika? 勝手に殺さないでください。それで、ご用というのは何ですの？これから組合の会合があるので、手短にお願いできるかしら。組合って何の組合だよ。いいけどさ。じゃあ、手短に聞かせてもらおうか。Alright. オーナーの三角関係説も気になるけど、一番気になるのはやっぱり、シンが迎えに来たのかどうかだよね。Okay. 変な聞き方すると、シンが疑われちゃうだろうし。なんて言って聞き出す？I plan to. Can you just... Who searched for me that day? 誰って、シン以外の全員ですわ。そんなこと、お友達にお聞きになった方が早いのではなくて。いや、お友達にはもう聞いたんだけどね。私、びっくりしてしまって。あまりよく覚えてませんの。とにかく大騒ぎでしたし。Well, of course it was. これを機会に一騎様に自分をアピールすることだけ考えておりましたし。おいこら、何さらっと自己中なセリフ吐いてるんだよ。Yeah, what are you thinking? てか、一騎様って何？どうして総称つけてるの？一応私も捜索には参加しましたわ。Oh, okay. Sorry.私が探さなかったせいで、間に合わなかったなどということになったら、寝覚めが悪いですし。Oh, I hope that's true. そりゃ寝覚めは悪いだろうけどさ、社交辞令でも心配でしたって言ってくれればいいのに。ですけど、いきなりどうしましたの？あの晩のことは、もう終わったはずじゃありませんの？事故ということで決着がついたと聞きましたわ。なぜ今更掘り返すんです？シンのことを言ってもいいのかな。 No. Hold on.
course I'm not gonna mention it. いろいろと事情が終わりのようね。Yeah. 何にしろ、あの晩のことなら、ケントのバカ野郎様が一番よく見ていらっしゃるんじゃないかしら。There's no need to call him that. That's rude. え、バカ野郎様って何？ Oh, you mean after you, Rika? Oh! あの晩捜索隊を指揮していたのは、ケントさんでしたから。Oh!一騎様を独占する憎きあの男、私たちをこき使うなど許しがたい暴挙。もしあの男に何かお聞きになりたいなら、水曜日にこの大学の数学科研究室へ行けば会えますわ。Sure. 私の知っていることはそのくらいです。もうよろしいかしら。Yes, please. I want you to leave. よろしいです。いいよね。何も知らないみたいだし。それではごきげんよう。Yes, please. Good day. なんか強烈な人だったね。You think I'm not agreeing with you there? She is. それにしても一輝とケントって人の名前がよく出てくるね。この二人を避けては通れないみたい。Yep. 水曜日っていうと明後日だよね。ちょうどバイトは休みの日だから、またここに来てみようか。Oh, okay. 君の記憶のことも何とかしたいけど。Nothing we can do, okay? 結構順調に思い出してるのに、実は僕あんまり分離していってる感覚がないんだよね。もしかしたら何か重要な記憶が封印されてて、それが枷になってるのかもしれない。 I don't know, maybe. だとしたらやっぱり自分の手で知っているはずのことを少しずつ解いていくしかないよね。 All right. そのためにも君はもっと真実に近づかなきゃ。Oh god. Hi. August 16th. お帰りなさいませ、ご主人様。ご用を受けたまわります。でも、落ち着かないね。早くケントってやつに話を聞きに行きたいね。Dude, calm down. シンはどうしてるんだろう。なんで連絡の一つもないんだろう。大丈夫なのかな。Well, complaining about it isn't gonna help. こんなところで愛想振りまいてる場合じゃないのに。ムキー。 Yeah, although it is my job, did you forget? That's adorable. Hi. お疲れ様。やっぱ元気ないね。うん。あ、サワちゃん。やっぱり分かっちゃうか。どっかでのんびりお茶でもしない？一人でいるよりいいと思うよ。わあ、それはありがたいね。ねえ、たまには息抜きした方がいいよ。Okay. あれ、先に誘われちゃった。俺が連れて帰ろうかと思ってたのに。え、トーマも？ああ、それじゃあ帰って邪魔かな。If it's alright, I'd like to walk with Toma. じゃあ、一緒に帰ろう。支度したらそこで待ってて。やっぱり、トーマといると安心するもんね。お兄さんみたいなもんだし、シンも安心するよ、きっと。Yeah, big bro, Toma! どうした？晩飯いらないのか？ Apparently not. もしかして俺を警戒してんの？ Not really. あのね、生まれた時から知ってるお前相手に今さらそんな気は起こさないよ。 I don't know what you mean, but okay. あの、シンは生まれた時から知ってる子相手にめちゃくちゃそんな気を起こしてるようですけど。はい、なんだかわからないけど、余計なこと気にしない。とりあえず食事をする。それが終わったら、愚痴でも嫌味でも、帰れでも聞くよ。Okay, just while we're eating. 本当に警戒されてるのか。お前に男扱い受けるって、不思議な感覚だな。早く、記憶戻るといいな。やっぱこんなのおかしいよ。Yeah. でも、こういう特別な時間は、記憶が戻ったらなくなるんだよな。そう思うと
少し複雑な気もしてる。お前、どこまで思い出してるんだ？記憶をなくしてても、シーンを好きだったことはなかったことにはならないのか？どんな感覚なんだろうな、記憶を失うって。It's not great, I can tell you that much. But I will continue in the next part. See ya!